基本はあの当時未成年の少年が連続的にピストルで事件を起こしたと。で彼がなぜそんなことになったのかっていうのを調べて映画を作ろうということになったんですね。で彼の生い立ちからいろんな流れて仕事をするんだけど、それをずっと追っていってる間にちょうど日本の社会構造がそうなんだけど、高度成長期で地方都市が全部東京のコピーになり、どこに行っても同じような、コンクリートの街になって、それの中で、自分の生きるあるいは息を吸う吐くをやれない事態を感じていたんではないのかと。で彼、その少年自身はそれこそマフィアになったりドラッグやったりとかしないんですね、一切。非常に真面目に生きようと している中でそうなっていったというのを見て、あ、これはあの日本の社会に包囲されて潰されるのに、抵抗しながら生き抜こうとして到達した地平かなという具合に捕まえたんですね。それを彼の生きてる間にこう過ごした時間と空間を追体験しながら風景にとって、もうそのままでいいじゃないかというのがあの映画ですね。あのまさにこのそのもしかしてそういうその日本の国内でそういうその風景のそういうようなやり方でその映画を撮ったということが、その、赤軍 PFLP の、あのをその外国でそういう映画を撮ろうということの動機にもつながったんでしょうか。そうですね。あのですから少し関連的な説明になるかもしれないけど、永山はそういう具合に見たものは全部自分を包囲してくる、あるいは見えるものは全部そういう体制権力の作ったものであるから、自分とはもう相入れないものになってどん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 追い詰められてという具合になるわけですね。でそれを取った後、だから赤軍 PFLP の場合はじゃあ同じように何も持ってない民族として虐げられてるというか抑圧されてるね、人々が自分たちの世界を手に入れようとして、つまりそれは祖国を取り返すということかもしれないんだけど、戦ってる人、それを続きとして取ったということがあります。だから風景論ではその権力が作った風景の中に生かされているという問題、それをパレスチナの側ではどういうふうに人々はそれを突破しようとしているのかっていうのを